これで満足か？私の権威はこれだけじゃないぞ。これは訓練前の準備運動だ。私は誰より愛を欲しているの。これは新しい任務？しょうがないの。アンデスの明日はわらわを中心にし、もうダメ。姫様の優しさは多くの人を救ってきたわ。こんな私でさえもね。神殿で私の眠りを邪魔するやつはみんな消えちゃえ。お前も休憩したいのか？私の傷が、これで満足か？私の権利はこれだけじゃない。これで満足か？私の権利はこれだけじゃないぞ。運命を見通せても全てを回避できるとは限らない。これでま勝手にばら私がずっ呪術？そうか、何時もわらわが呪術で人を操っていると信じておるのか。わらわの力はこんなものではない。Thank you.
前も休憩したいのか？いいね。野花の香り、楽しみだわ。
私が直してあげるから。フレイヤよ、なぜアーシラト様は私に会おうとしないのだ。無礼者、守護者様の名を気安く口にするな。お前は信仰を疑うのか。お前も私も守護者様に忠誠を誓った身のはずだ。私は絶対に自分の誓いを放棄したりはせぬ。黙れ！守護者様がいなければこの世界は存続できない。ファーガス、自らの誓いを忘れるな。いや、ちょっと待つのだ。私はかつてこの地を守ると誓った。しかしアーシラト様が。ああ、お主か。また会ったな。もう大丈夫だ。私にはもう分かっているのだ。ただ決心がついていないだけでな。私の選択は正しいのか。例の魔法の杖を見つけてほしい。それは巨大樹の遺跡を開く鍵となるのだ。ケロケロ、感謝するぞ。決心がついたら巨大樹の遺跡の入り口でお主を待つとしよう。さて、私は少し休む。くれぐれも頼みましたぞ。ここで尽きた。